レビズ。トヨタ自動車の社員の男性が2017年に自殺した問題で自殺した社員の上司のパワーハラスメントと自殺との因果関係をトヨタが認め遺族と和解したことが分かりました豊田昭雄社長が遺族と面会して直接謝罪したということです代理人の弁護士によりますと 男性は本社で勤務をしていた2016年4月から、直属の上司に、バカ、こんな説明ができないなら死んだ方がいい、などと日常的に言われていました。男性は給食を経て職場に復帰しましたが、死んで楽になりたい、などと漏らし、2017年10月に自殺しました。豊田市の労働基準監督署は、 自殺と業務に因果関係があったとして労災認定をしトヨタは上司への対応を怠った安全配慮義務違反を認め和解しました解決金の金額は明らかになっていませんトヨタは再発防止策を推進しパワハラを断固として許さない姿勢の下風通しの良い職場風土を築くよう努力を続けるとのコメントを出しました 一方、遺族側は大切な息子のことを考えると胸が苦しくなり会いたい気持ちがこみ上げますとした上でトヨタが本当に変わったと言えるのか今後も注視したいと思いますとコメントしています。